最初に京都の町屋と亀岡の町屋を比べるということで、一つ目なんですけど、まあ、二つ並べておりますけれども、京都の町屋と亀岡の町屋はどっちでしょうっていうのが、まあ、今日のテーマで、まあ、今日のお話を聞いていただけれた、まあ、これが見比べられるようになる。まあ、色付きと色付きでないっていうのがあるんですけども、まあ、ちょっとネットから、ちょっと、いいスケッチといいますか、資料を引っ張ってきているので、あれなんですけど、まあ、基本的にはちょっと今日使わせている資料というのは、ほぼほぼネットから引っ張ってきているやつなんで、はい、すいません。まあ、その辺が今日お話し聞いたら分かったという話で、はい、まず、生い立ちから、見て、調べていくと分かるんですけども、京都の町屋の生い立ちなんですけども、もともと平安京というところで、まあ、まず道ができましたよと、大きな道ができて、でその道の周りに、都なんで、いろんな人が集まってきて、まあ、お商売とか職人さんが住み出したというようなところになってきます。でその時、お道に沿って、その道の周りにこういう、なんですかね、ぐるりと、狭い中に家を建てたというのが、京都の町屋の起こりになります。で、亀岡っていうのは、まあ、いわゆる城下町になりますので、まあ、今はないんですけども、もともと亀山城っていう、まあ、亀岡っていう地名は明治からなんですけども、もともと亀山城っていうのが、今、天守閣はもうないんですけども、下のなんかお堀は残ってるんですが、が亀山で、いう、まあ、城下町だと。でもう一つが、まあ、いわゆる、まあ、京の都があって、まあ、それにつながる、まあ、山陰街道のいわゆる、宿場町っていう要素がありまして、まあ、この写真は、東海道の大津の写真をちょっと、まあ、写真という絵を参考に引っ張ってきたんですけども、まあ、いわゆるこういう流通、まあ、亀岡を経由して園部であるとか笹山であるとか、まあ、その向こうの、まあ、山陰とか出雲とか、まあ、その辺につながる道の、まあ、言うたら京都に入る一歩一つ手前のところになりますので、まあ、たくさんの人が集まってきたというような地域になりまして、まあ、多分ですけども、まあ、これは大津の絵ですけども、こういった牛が引っ張ったりいろんなものを運んだような場所だったんだろうなというところで、まあ、家の造りもですね、農家建てといいますか、かやぶきの家が建っていたんだろうなと。まあ、先ほどの京都の町屋というと、なんかこう、抜きを引つけたような狭いところだったんですけども、まあ、こちらはこう、点々としたような形で、まあ、街道沿いにいくつかあったんだろうなというのが、まあ、想像がつくのかなと。ということで、まあ、京都と亀岡というところで、まあ、違いの一つが、まあ、京都はやっぱりこう、狭いところに密集して、で、まあ、職人さんとか商人の方が、まあ、住んであった地域で、まあ、亀岡というのは、まあ、もうちょっとゆったりとしたところに、まあ、武士であるとか、農民であるとかいうお役所さんが住んでおられた。あ、もちろん、まあ、京都にも、まあ、武士もいたでしょうし、農民もおられたと思いますけども、一応、まあ、今日の話の流れで、そのような色分けさせてもらった方が理解しやすいかなと。ということで、まあ、京都の、まあ、そういった密集とか、まあ、商人とか職人さんのが住んだ町ですので、まあ、共存であるとか、まあ、高密度であるとか、まあ、洗練されたというような、まあ、町が発展していく。でそれもう一つが、まあ、京都の町で、まあ、四季折々のそういった工夫っていうのが、まあ、一つの特徴かなと。で、まあ、亀岡の方というのは、まあまあ、分散して住んでいますので、まあ、いろんな多彩な、でも道もつながってますので、まあ、いろんな地域からのいろんな交流があるので、いろんな多彩な文化圏が混ざり合っていると。まあ、もちろん京都の影響というのも非常に大きいと思いますし、まあ、その辺で、まあ、多彩な文化が発展していった。で、やっぱり、まあ、お金もちょっと言いますか、敷地も広いですし、まあ、そういったところで、まあ、比較的大きな町屋さんが多いかなと思います。それと、まあ、武士であるとか、農民ということで、まあ、市の交渉でいくと、まあ、
位でいくと特に2つがたくさん住んでおられたということ、やはり身なりとか身分とか身なりとかそういったところを気にされているのかなというようなところと、まあ屋根っていうのも一つの亀岡の家を見る時の一つのポイントになるかなと。そういう生い立ちを見るだけでこの2つがどっちがどっちかっていうのは色付きの方と白黒の方とどっちがどっちかなんですけども、まあそれだけでも大体見度がついてくるかなと思いますけども、社長どっちでしょうか。京都の町屋は白い、京都の町屋は左ですね。京都の町屋は左、はい、で、あ、ごめんなさい、こう白い方と白黒とカラーと、あー、この2つになります。あ、そうです、左が京都、左が京都、カラーが京都、はい、で白黒が亀岡、はい、そうですね、はい、実はですね逆か逆なんです。あ、そうか。ではその話を今日させていただきますので、カラーの方が亀岡です、で白黒の方が京都になりますので、まあそれはどこで見極めていくのかっていう話を今日させてもらいます。はい、まあ、京都のマッチロということで、まあ、共存というお話させてもらいますけれども、一つのポイントとして、まあ、平入り、というところと、まあ、建物と建物がひっついている、隣接している長屋建てっていうのが一つの大きな特色になっています。そのためにこう、大屋根が重なったような形で、いうような形で作られたり、まあ、通りひさしのつながりと。そういったところがもう重なって、お隣さんの、まあ影響といいますか、お隣さんと無視しないような家の建て方にしています。一方、亀岡の方っていうのは、先ほど社長、つまぎっていう、つまぎっていうと三角形の、屋根の三角形のところに出入り口があるのをつまぎって言います。で、まっすぐなところを平壁っていうんですけども、そこから入るのを平入りっていうんですけども、まあ、その妻入りっていうのがあるっていうのが、まあ、一つの亀岡の町屋の特徴になってまして、これ妻入りと平入りになってます。そのために、間に溝が、側溝が入ってくるのが亀岡の町割りの特徴になります。こんな風に、家と家の間に溝が掘ってある、うん、京都の町屋さんでちょっと見たことないですね、はい、っていうのが一つの特徴的になってますので、まあ妻でこう雨が落ちてきて落ちてもそのまま落ちてもその溝の方に落ちてくるっていうことができるのかなっていうのが亀岡の町屋の特徴になります。でも高密度ということで、まあまあ、パッと見は同じような家が並んでいるんですけども、細かく見るとですね、格子とか、まあ、犬やらいとかっていう、まあ、こういった格子とかが非常に細かく衣装的にも工夫されていますし、こういった、犬やらいとか狛江寄せとかそういう化粧的なものとかが発達していると。で、まあ、格子の種類として、まあ、一見同じようなもんなんですけども、格子の上の呉服屋格子とか糸屋格子とか織屋格子とかという名前がついてるんですけども、格子の数ですね、上がちょん切れてるのを切り子って言うんですけども、切り子の数で2本3本4本で、2本やったら呉服屋格子、3本やったら糸屋格子で、4本やったら織屋格子という名前がついています。まあ、いわゆる、まあ、最高上が切れてるので、まあ、光が入ってきやすいというところで、まあ、最高のためにそういった工夫がされてるんだよっていうような、まあ、説明はよくされます。で、まあ、下の、まあ、栄格子というか小宮格子っていうのは、まあ、頑丈なもの、いや先ほど牛が引っ張っていたと思うんですけども、ああいう、まあ、牛とかそういう、まあ、搬入があるので、まあ、多少ぶつかっても大丈夫だよっていうような話で、まあ、こういったごっつい格子がついているのが栄格子と米屋格子で、そのあと見極めが、まあ、ベンガラ塗ってあるのがお金持ちの酒屋さんで、無地が米屋格子というような違いになっています。
で、まあ、島屋帽子というのは、まあ、明治以降ですね、もともと京都の町屋さん、お商売とか職人さんが住んであったんですけども、もう店をしまうということで、しまい屋っていう話なんですけども、それに使われていたのがしまい屋帽子。で、まあ、2号紙で、まあ、上に欄間がついているっていうのが一つのポイントになっています。まあ、そういったものが、帽子にもなって、まあ、その他にも炭屋帽子とか、くや帽子とか、まあ、そういったものもいろいろあるというところで、まあ、職人の町、京都っていうところで、まあ、こういった帽子の方にも名前がついているというところになっています。で、まあ、犬洗いとか、駒屋寄せっていうのは、まあ、家の、まあ、京都の町屋さんは道に接して作られていますので、まあ、人が入ってこないとかいうような近寄らないというところで、まあ、犬屋台とか駒寄せっていうのが作られたという形になっています。まあ、元々は駒寄せがあって、まあ、それの発展が犬屋台とかっていうような説明をされることもあるかなと思いますけども、あと下に2つ並んでのはバッタリ将棋って言いまして、お商売バッタリ下ろした状態で、まあ、上に商品を並べてお商売をする。で、必要のない時は上げてしまうというようなバッタリ商品というのが、まあ、まだまだ京都の町屋の街中にもいくつか残っているのが見かけることはあるかなと思います。はい。で、まあ、みなりということで亀岡の方ですね。はい。まあ、妻壁とか白漆器とか蒸しトマトとか手塗り出しなんですけど、先ほどもお城の写真もちょっと見ていただいたかなと思うんですが、やっぱりこの城の漆喰っていうのはやっぱり権威だってるのかなと。妻壁で白漆喰で、多分まあ僕の中ではお城と連想させるような、やっぱり身なりのいいような建物で、まあ、白漆喰を塗り込める、木の壁だけじゃなくて、まあ、見えている木の部分まで白の漆喰を塗り回していると、塗り込めているというのが一つの特徴的なところになるかなと。で、蒸しトマトっていうのが、まあまあ、昔の、まあまあ、ガラス窓がなかったわけですので、まあ、こういった蒸しトマトっていうのがあったんですけれども、そういったものが一つの特徴的な、もちろん京都にもあるんですけどね。はい。で、まあ、煙出しっていうのも、その下に奥堂さんがあって、まあ、火を焚いてそこから煙を出していくというのは煙出しというのがあります。まあ、京都の方にもあるんですけども、まあ、亀岡の方はこう空が広いといいますか、建物が密集していないし、まあ、建物自体も大きいので、まあ、こういった煙出しっていうのも目につくっていうところがあります。で、まあ、京都の方で、まあ、四季というところで、まあ、すだれとか、のれんとか、まんまくというところで、すだれとか、のれんとか、まんまくというところで、はい。まあ、すだれは年がら年中釣ってはるかなと思いますけども、まあ、のれんとか、行事とか、京都やったら、祇園祭とか、お正月とかで、まあ、書き換えてはったり、こういったまんまくも、祇園祭とか、同じですね、お正月とか書けたりし、いうようなところで、まあ、そういった四季っていうのも大切にして住まわれていることが、まあ、まだまだ残っているかなと思いますので、まあ、住まわれるときはまたそういったところにご近所さんの何をされているのかを見ながら住んでいただければなと。何屋さんが人間さん、二名さん、はい、こんにちは。お前とさんというこっちは草、こっちは草のやつさん。二名さん、よう頼むよ、うちと。二名さん。二名なんで。いいじゃない。いいじゃない。思い出して。いやー。あ、ごめんなさい。で、まあ、街歩きの亀岡城というところで、はい、ちょっと亀岡の街屋を見ていただくかなと思います。
まあ、7月ですかね、今年の7月なんですけども、ちょっと神戸の城下町の方ですね、ちょっとまあ歩かせてもらったので、その時の写真をまた見ていただこうかなと思いますけども、まあ、真ん中にあるのが亀山城ですね、城跡で、上の方が川がかかってて、まあ、最近で言うと、まあ、JR の駅があって、亀岡スタジアムですか、があるのが上の方ですね。で、そこからずっとこう南に下がるというか、こう丘になっているので、台地になっているので、台地の上の方にあるのが、まあ、城下町、その中腹にあるのが、お城というようなところなんです。で、まあ、今、黄色い、道になっているのが、昔の旧街道、いわゆる山陰道になっています。で、右手から行くと、まあ、京都市内の方、左の方行くと、園部であるとか、笹山であるとか。いうような街道沿いで、まあ、その辺りにまだ残っている町や古民家の方をちょっと見てさせていただきました。よいしょ、はい、まあ、これは説明でいくと平入り、まあ、説明の仕方でいくと平入りで白漆喰で塗り込められています。2階の部分が白漆喰で塗り込められています。で、まあ、蒸し小窓がありまして、で、蒸し小窓の形もちょっと小判型になっているのかなというようなところが、ちょっとまあおしゃれというか、おシャンティーな感じですね。おしゃれ。で、小間寄せもなんかね、おしゃれなんですよ。なんかね、新しいような、見た目なんかも非常に現代的な感じがするんですけども、で、まあ、一文字の木瓦っていうのが使われています。一文字の木瓦っていうのはこういうのが、左手が一文字の軒瓦になって、もうまっすぐの線になって。で、右手のが万寿瓦っていって、こう丸い。よく見かけるのは、右手の万寿瓦。で、左手のが一文字瓦って、こうまっすぐになって。で、まあ、左右の瓦をすり合わせるって書いてありますけども、これ、瓦屋さんのホームページからへっぱってきたんですけども、まあ、あそこが、いわゆる瓦屋さんの腕の見せ所になってきまして、そこはぴったりいってるかどうかで、うまい下手が出てきますので、っていうところになります。まあ、ちなみに、このサウディアも全部一文字側になってますので、まあ、ちょっと見ていただいて、あ、歪んでたら、っていうような顔していただいて、まっすぐやったらまた褒めていただければ、喜ぶかな。で、これも、二つ目ですね。これはですね、これは亀岡っぽくていう、どっちかというと京都っぽいような、町屋さんなんですけども、平入りで、これは本2階建て、2階部分が背が高いのは本2階建てって言います。うん、で、本2階建てで、で、2階部分は白漆喰の新壁、霧の部分、柱が見えているのが、柱なんで、まあ、そういう柱が見えている壁を新壁って言います。まあ、この建物も、部屋内は全部柱が見えてますので、新壁って言うんですけども、新壁です。で、1階も漆喰があって、腰壁が張ってあってっていう。あと、屋根のひさしですね、2階の大屋根と1階の通りひさしのでも大きいんですけども、そのあたりの工夫っていうのが、まあ、京町屋でよく使われている工夫、まあ、貸し木造りっていうんですけども、一つの特徴があるかなと。とはいえ、あと、まあ、欄間ですね、先ほどの姉妹屋欄間、格子ですか、こういった形で、ちょっとその上の、欄間の方ですね、ちょっとまあ化粧的に細工はしてあるのが一つ、手の込んだ細工かなというような形になっています。で、京都の違いはやっぱり先ほど言った側溝がありますので、まあ、隣との敷地がちょっとあるので、まあ、こういったケラ場が出て、屋根の端っこが建物からちょっと出ている。まあ、京都ではなかなか出せないんですけども、こういった出しているところが、まあ、見比べるとこの辺で 見極められるというような形です。はい、でこれも平入りで、これは背2階の部分が背が低いので津市2階って言います。もともとこのサウリアも比較的低いので津市2階とまではちょっと言いにくいですけども、もっと低いです。実際に2階上がると多分天井が頭当たるぐらいの高さしかないのを津市に書いています。そういったものになります。これも同じですね。
これも平井です。まあ、やっぱり結構、平井の建物が多いかなと思いますけども、うん、まあ、1階部分の左側が壁が3つ並んでるかなと思いますけども、この辺りあんまり京都の町屋さんであんまり見かけないので、その辺りが農家建てっぽいのかなというような、それとやっぱり間口が広いですね。うん、はい、この規模で間口が広いかなと。これは本2階建て。で、まあ、2階としては銅板武器が引いてあったり、ちょっと2階の壁もちょっとグレーっぽかったり、ちょっと、工夫されているのかなというふうな感じですね。1階は、まあ、出格子があってというようなところです。まあ、この辺りは、まあ、この辺りもよく見かける形になっています。多分、まあ、大正から昭和初期ぐらいの建物かなというような、これはようやく出てきたのが亀岡の抹茶の非常に特色的なつまぎで、白漆喰で塗り込められているようなところ。これがこうで鬼形はあれがちょこんと乗ってて、まあ、雰囲気を出しているのかなという形ですね。はい、まあ、ほぼ京都では見かけない、見たんで珍しいかなと。これもまあ比較的あったらしい。結構ね、辻2階っていうのは非常に残ってまして、京都のお町屋さんでは半々ぐらいかなっていうところがあるんですね。辻2階で屋根の形状とか見てると非常に新しいんですけども、その辻2階2階の部分は背が低いっていうのが、まあ、比較的最近でも作られているような印象かなと。まあ、そういったものが特徴になります。まあ、1階部分にはガラスの窓が入ってたりしてますので、やっぱり新しいかなと思います。これももう大きいですね。これも津2階の平入りで、もう霊形ですね。典型で、まあ、1階の方に袖壁がついてるので、これも典型的な亀岡の町屋さんですね。はい、これもやっぱり間口がやっぱり広いかなと。これちょっとちっちゃいんですけどもね。はい。なんか2階の、なんか、蒸し小窓がちょっと中央寄りっていうのは、まあ壁が3等分になってて、その壁の真ん中に置くのがなんか自然な感じで、なんか寄せてるようなところが、ちょっと一つのデザイン上の特徴かもしれないですけど。これも亀岡っぽいですね。これもつまぎですかね。それでもこれ三角形のところの家じゃなくて、その横を左の方もずっと屋敷としてはつながっていますので、連動建てなのかなと。非常に大きな規模の建物かなと。こんな感じでこう奥にもずっとあります。これは土の塗り込めになっています。で、1階が板張りで、妻壁のところに、まあ、水切り、壁を、まあ、保護するためにひさしが出ているのが一つの特徴で、まあ、ここは2段になってますけども、これが3段になってたりいうのも一つ特徴的なところになります。これもよく先ほどと同じような感じです。はい、左側は米屋、ちょっと見にくいですけども、お米屋さんで、ここ米屋格子が入っているので、まあ、昔からの米屋さん、うん、米屋さんなんだろうなっていうのが分かります。で、お隣さんの、ここ珍しくですね、亀岡には珍しく、もうお隣の人とひっついているんですけれども、まあ、こういったユニオン、これは亀岡の町屋の写真ですけれども、まあ、京都の町屋さんで、こういったユニオン、隣の屋根の上に背の高い方が、乗せてあげて、重なってあげて、雨じまいですね、悪くならないようにしてあげるのが、お互い様っていうような中での住まい方になってます。ただ、こう下、一回見てもらうと、なんか、隣のタイルの壁が出てきていたりしてて、その辺の境界が曖昧になっていますので、まあ、例えば、ね、新しく家を買われた時とか、その境界の決定だけはちゃんとしとかんと、後々、争うことになったりすると、まあ、
嫌なんで、そのあたりは注意して、まあ、亀岡の場合は特にね、問題はないと思いますけども、京都で、まあ、待ち合いを買われるときは、その辺の境界はちょっと見ておいておかれた方がいいかなと思います。まあ、これはちょっと分かりにくいんですけども、ちょっと犬やらい、ちょっとあの左手の下の方が竹で犬やらいがついてあるので、ちょっと見ておいてください。でも綺麗ですね、綺麗な。でまあまあ、同様なんですけども、ね、ひらりで慎み書いてというところ で京都の町屋と違うので横からの三角形の部分がよく見えるっていうのはやっぱりあの亀岡っぽいかな。奥行きもそんなに京都 の屋根ですともっともっと奥の方にずっとずんずんずん上がっていくんですけども、まあ、黒いところであの胸が来ているというような奥行きあの三角形の部分が過剰に大きくないのがいいかなと。それでもやっぱり見えるので白漆塗ってあったりとかその辺の見え方には気を使っておられるかなと思います、まあ、これはちょっとあの左側ですね、この白い方の建物じゃなくて左側の方ですけども、まあ、平屋建てと思うんですけど平屋建ての屋根がずん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 上がっていくようなところです。これはちょっと増築かどうかちょっと分かんないんですけども、ね、ちょっとまあ珍しかったのでちょっと参考でいいです。これは非常に大きな、もう邸宅みたいな、塀がずん、大きくあって、まあ、中の建物が見えないぐらいの大きな敷地でした。まあ、大米作り、大きな塀とかで大米作りの建物で、まあ、いわゆる姉妹屋からさらに発展していったって感じですね。ものになります。そこに、まあ、出帽子があって、まあ、その前の通りの人通りを、まあ、観察といいますか見られるというのは出帽子がついているという形です。これもちっちゃいですけども亀岡っぽいつまりのお家になりますね。これは平入りですね、はい、ちっちゃなんですけども平入りのつまり、だいたいつまり平入りの7割方が平入りやったかなと思います、はい、これは規模の大きなですね。これは、平入りで、まあ、2階が漆喰が塗ってあって、1階は、まあ、板張りだと。で引き込み戸があったり、まあ、2階の、まあ、ポイントは屋根のところの三角形のところが、まあ、装飾的になんかこう板が張ってあるのが非常に目につく建物でした。でこれは何かというと、もともとその白い壁の横にもちょっと土壁の建物がありますけれども、まあ、2軒2つで1つでいわゆる酒屋さん、です、プラ元っていうんですかね、あの売ってるだけじゃなくて作っている方の酒屋さんでした。あの大きな建物ですので、煙出しとかも見えているというようなところになります。この中はちょっとね見させてもらったんですけども、中入るとこんな形ですね、まあ、いわゆる京都で行くと火袋的なところになるかなと思うんですけども、先ほどの煙出しの下があんな形でここからもくもくと煙が出ていくというような、側柱、右手の方に柱がずっと伸びていっているのが側柱で、その上に梁が残っている、大張りが見えているというのが、まあ、亀岡的なところであって、これはちょっと、まあ、京町屋の断面なんですけども、まっすぐこう柱が地面から地面から屋根まで、まあ、一本の柱で側柱っていうんですけども、一本の柱で支えているのが京町屋の一つの特徴になります。で横に大張りがかかっているのが、亀岡とか、まあ、農家とか、まあ、そういった大張りのある建物が、亀岡の方の町の特徴になっています。まあ、その辺で一つに、あの京都の方でも大張りが出てきたりはするんですけども、まあ、基本的には側柱が屋根までまっすぐ
東芝セラドンっていうのが京町の特徴で、先ほど言ったら上の方に大狩りが見えるんで、やっぱり京町屋っぽいけれども亀岡やっぱり建物かなというような印象ですね。まあちょっと詳しくは見ていないのであれなんですけれども、川柱が建っている大狩りだね。これは最後に、あ、最後で、これは白漆喰で、ちょっとね、白濁が出ているんですけども、亀岡の町やずっと見させてもらって、この白濁が珍しいなと思うぐらい、あんまりないんですよ。皆さん、家を丁寧に住んでおられたり、されておられるのが非常に印象的で、結構京都の町屋さん、まあ、残念ながら、痛みが激しいところも多いんですけども、亀岡の町屋さんは結構きれいに住んでおられる、手入れしながら住んでおられるのが印象的でしたので、ちょっとまあ入れさせてもらってます。これもつまりですね。これが一番きれい、かっこよかったんですけどもね。はい、これは、よいしょ、伊賀鉄市2階で、2階にうだつっていうのがあるんですけど、ちょっと左っていうのが分かりですかね。左の方にちょっと2階の、寿司2階のところにちょっと袖壁がついているのが袖裏っていうんですけどね、うん、はい、のが残っています。で、1階の犬屋台っていうのが、あの直線的なピュッと勢いのある犬屋台が見えましてですね、非常に綺麗なお家でしたね。こんな感じですね、はい、あの門のような手入れされてて非常に綺麗な町屋さんですね。この犬やらめっちゃかっこいいですね。ビューッと、はい、お店ですか？これね、表札見たら角お花のお師匠さんの、お師匠さんって言うんですかね、なんかそういうのが載ってたんで、何々流とか書いてあったんで、まあ、この辺の綺麗にされてるのかなと思うんですけど、でも綺麗ですね。これ亀岡のその市内、旧市内ですか？そうです、はいはい、ね、あ、すごいですね。めちゃくちゃ綺麗です、ね、こんな京都の街でやろうと思ったらこんだけ撮れないですもんね。撮れない、撮れない。この間口撮ったらもう、ね、しばかれ、しばかれ、しばかれ、ね、